はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛に対するヒントやアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、この間ですね、大分県の別府の方にちょっと行かせていただいたんですけど、まあ、その時にナルトうどんかなのお店の前を通ったんですが、ナルトうどんって聞いたことないなと思って、はい、こっちだったら丸亀とかですね、スケさん、牧野うどん、内田屋、ウエストとかですね、筑前うどんかな、筑後うどんかな、ちょっと忘れたけど、まあ、ちょっと細麺だったりとかいろいろあるんですけど、あんまりナルトうどんって聞いたことなかったので、まあ、どんなうどんか知ってる方はぜひ教えてください。はい、多分徳島県のナルトなのかなと思ってますけど、はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、重度の膝痛ですね。重度で、重度といってもじゃあどういう人なのかっていうと、4ヶ月経って、あ、まあ、3ヶ月でいいか、3ヶ月以上ですね、3ヶ月以上の膝の痛みを抱えている方はぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい、でこれもご質問をいただいた方ですね、あ、いただいた内容ですね。ですね、50代女性です。10年以上前に、乳がんの全摘をして、そこから3回手術をされた方ですね。でそこから、今年ですね、階段から落ちて肋骨の背部と尾底骨骨折ってところですね。でそこから首の痛みとか背中、座骨、膝、かかとだったりとか、もういろんなところに年中痛みが走ってますってところでご相談をいただきました。はい、ありがとうございます。まあずっとですね、今膝の痛みについて悩んでらっしゃると思うんですけど、皆さんにですね、まず一つ知ってほしいことは何なのかっていうと、膝が痛いからといって膝に原因はないです。よく病院でこう軟骨がすり減ってるからとかいろいろあると思うんですけど、それは関係ないです。はい、でそれじゃあなぜなのかっていうとですね、はい、まあ、こんな感じで骨盤があって、膝があって、足首ってとかあると思うんですけども、まあ、見てもらったら分かるように、膝っていうのはですね、この股関節だったりとか足関節の真ん中に位置してます。真ん中に位置してます。なので本来は曲げ伸ばしですね、曲げ伸ばしだけをやってくれる関節です、膝っていうのは。なんですけど、股関節が硬くなったりとか、膝関節がですね、足関節が硬くなってきてしまうと、ねじれの要素が入ってくるようになります。ねじれの要素ですね。はい。まあ、こういったところが硬くなることによって、ねじれの要素が入って、靭帯だったりとか半月板だったりとかを引っ張ったりとかして膝の痛みが出てる方が非常に多いんですよね。非常に多いです。なのでそれに対しては、股関節の筋肉だったり足首の筋肉とかのケアをしてあげましょうって言ってるのが、まあ、一般的なですね、ストレッチ方法だったりとか、治療方法だったりとかになってくるんですけど、重度の方っていうのは実はですね、肋骨ですね、肋骨のせいで膝の痛みが出てることが非常に多いです。で肋骨ってじゃあどこなのかっていうと、まあ、いわゆるこういったところですね、こういったところで、肋骨っていうのが、まあ、こんな感じで、はい、あるわけじゃないですか。こんな感じであると思うんですけど、ここでまずあなたに知ってほしいのがですね、肋骨ですね、肋骨が硬くなってきてしまうとどうなるかっていうと、はい、O 脚になりやすいっていうのがあります。また逆もありますね。 O 脚だと肋骨が硬くなりやすいっていうのもありますし、肋骨が硬くなってくると O 脚が硬くなるっていうのがあったりとかします。でこの方の場合ですね、乳がんっていうのを全摘をされてますよね。でそこから3回再建手術だったりとかもされてると思うんですけど、じゃあどこにメスが入ってるのかっていうと、やっぱ胸あたりに出てるんですよ。胸あたりに入ったりとかします。メスが入ったりとかします。で、もう一個、階段から落ちた時に肋骨を折られてるんですよね。肋骨を折られてます。そしたら人間の体はどうなるかっていうと、怪我をしたところっていうのは、やっぱ自然とですね、硬くなってしまうんですよ。治していく過程の時に。皮膚とか脂肪とかですね、くっついちゃいけないものがこうくっついてしまったりとか、まあ、筋肉だったりとか、そういった結合組織ですね、っていうのが、本来くっついちゃいけない同士がくっついてしまったりとかすることによって、動きが出にくくなってしまいます。動きが出にくくなってきてしまいます。そしたらどうなるかっていうと、肋骨
骨のが硬くなってくると、先ほど言ったように、股関節の筋肉ですね、股関節の筋肉が硬くなってきます。そうすると膝の痛みが出てきてしまうってところになってきてしまいますので、もしあなたがですね、いろいろ膝に対してやってみたけど痛みが変わらない、でこの猫背だったりとか、肩の痛みが、肩こりがあったりとか、まあ、こんな感じで手術の経験があるだったりとか、肋骨の折ったことがあるとか、そういったことがあるのであれば、この胸郭が原因で膝の痛みが出てる可能性っていうのがありますので、まあ、そういった場合のですね、ストレッチ方法っていうのを今からお伝えできればと思いますので、まあ、一緒にやっていただければと思います。はい。で、そしたらちょっとやっていくんですけど、はい。胸郭ですね。まずね、あなたに胸郭から膝の痛みが来ているかどうかっていうのをしっかり認識してほしいので、ここですね、胸郭、まあ肋骨、ここにあると思うんですけど、この肋骨をね、持ち上げるような感じ、自分で、はい、まあ、こういうふうにして持ち上げてもいいですし、こういうふうにしてこう持ち上げてもいいです。とりあえず持ち上げるってことをちょっとやってみてください。で、持ち上げた時にですね、歩いてみて、あ、なんか膝がちょっと楽になるかもってことがあるのであれば、その症状っていうのは肋骨から来てる可能性がありますので、まあ、楽になった方っていうのはぜひやっていただきたいなと思います。あとはもうこういう感じですね、膝が曲がって大逆になってちょっと猫背みたいな感じ、おばあちゃんとかこういう方とかも結構肋骨のせいで症状が出てるケースがありますので、まあ、そういった方も、やっていただければと思います。はい。で、やり方なんですけど、肋骨っていうのはですね、をグーってグーッとこう締める方向に持っていって、パッと離すとですね、ワンと広がってくれる方向に肋骨っていうのは動いてくれますので、まずこの肋骨をですね、グーッと内側ですね、内側にこうひねるような感じ、ひねるような感じですね、まあ、右膝が痛い場合はまず右側をやってあげてください。はい、この状態でキープします。1、2、3、4、5で離す。で、もう一度ですね、同じところをぐーっと1、2、3、4、5で離す。で、次ちょっと下1、2、3、4、5っていう感じでやっていただき、やっていただきます。で、やっていただいた後、次ですね、ストレッチをかけていきます。ストレッチですね、はい、ちょっと壁を使いながらやっていくんですけど、言えるかな、はい、まあ、要はここが伸びてほしいので、手をですね、ついてもらって、でこの状態でこの脇腹が伸びるような感じでぐーっと体を倒してあげてください。はい、この状態で30秒ストレッチをかけていきます。ちょうどここですね、ここに伸び感が感じれればいいです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じですね。はい、っていうのを30秒やっていただいて、歩いていただいた時にあなたの膝がですね、楽になるのであれば、もうその症状っていうのはおそらく肋骨から来てますので、ぜひですね、今のストレッチっていうのを続けてみてください。はい、なので今日の話をまとめていくと、肋骨っていうものが硬くなってきてしまうと、膝の痛みと関係している股関節の動きだったりとかが悪くなったり、あるいはですね、股関節周囲の筋肉っていうのが硬くなって、膝にですね、ねじれの要素を出して膝の痛みを出してしまったりとかします。なので乳がんの取ったことがあるとか、肩こりがあるとか、デスクワークをよくやってるとか、猫背ですっていう方は、この肋骨が動いてないことによってその膝の症状が出てますので、ぜひ今のストレッチっていうのを続けてみていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、ちょっとでもですね、ためになったなと思った方はぜひグッドボタン押していただければと思います。で、この辺ですね、おそらく私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見ていただければと思います。で、あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。